125年後の調和した地球社会のビジョンとして大きく2つのことを考えています。1つ目が脳腫瘍についての正しい知識を持ち、各患者様のライフステージに応じた支援の必要性を共通認識した地球社会を築き上げること、そしてもう一つは医療の現場と患者様やご家族が生活をされる生活の場である地域社会がつながる長期的な支援体制が構築された地球社会を築き上げること、この2つが必要であると考えています。しかしこれは生命予後が改善したからこそ必要ですが、現在は実現されていない問題です。まずはこれからの30年間で3つの視点で研究を進めていきたいと考えています。まず1つ目が医療人として連携システムの構築を進めていく必要があると考えています。これは患者様の治療開始前からの評価介入、そしてその後治療が終わった後の社会復帰時の支援、そしてその後も5年10年と続く継続的な支援が行える体制を築き上げていくことが必要であると考えています。そして次に教育者として医療専門職、そして教育の現場や就労の場、そして患者様ご本人やご家族に対して正しい知識と最新の情報を発信していく必要があると考えています。そして最後に当事者として自身の経験も活かしながらピアサポートの充実を図っていきたいと考えています。具体的には患者様やご家族が相談できる場所を構築すること、そして実際の客観的な評価結果だけではなく当事者の生の声を医療現場や地域社会に届けていくこと、これらをこれから行っていきたいと考えています。まずはこれからの3年間で私自身現在も行っています小児の脳腫瘍の患者様、そして肝の脳室内腫瘍の成人の患者様に対する研究を行っていきたいと考えております。具体的にはそういった脳腫瘍の患者様が抱えておられる社会生活機能障害に対してどういった原因が考えられるか、さまざまな神経心理学的評価や適応行動の評価、そして協調運動の評価などを通してその原因を解明させていきたいと考えています。そしてまずは個別個別の症例に対するフィードバックを行いながら支援を行うとともに、これからの30年間そして125年後の未来に向けて研究を進めていきたいと考えております。私自身が今回の脳腫瘍の患者様を対象とした研究に取り組んだきっかけについては、自身の経験が大きく影響しています。具体的には、幼少期に私自身が脳腫瘍の経験をしています。その際に、様々ないじめであったり、社会生活の生きづらさというのを経験してきました。それが何によるものなのか、それは目に見えないものが原因ではないかということがすごく気になっていました。そこで同じような経験をされている患者様がたくさんおられるのではないかと考えた結果、私自身が取り組めること、これからの社会に役立てていけることは何かということを考え、今回の脳腫瘍の患者様の社会生活機能、そしてどういったことが原因でこの困難さにつながっているかということを研究していくことが必要である、これが使命であると考えて、今回の研究に取り組むことになりました。私が京都大学で研究を行いたいと考えた理由には大きく2つのことがあります。まずは1つ目が京都大学のこの自由な校風という自身で考えた研究を進めていけるという環境です。2つ目は京都大学医学部附属病院、この病院はがんの拠点病院として多くのがん患者様のご信頼を得ている病院です。そのため私自身がそうであったように脳腫瘍の患者様もたくさんこちらの病院に通っておられます。
そういった患者様に対しての研究そして支援を行っていける環境であるというのがこの京都大学の特徴であると考えましたので、私はこの京都大学という場所での研究を行いたいと考え行っています。